ルキウス・ユニウス・ブルトゥスは、共和制ローマの実質的な設立者。紀元前509年、第7代ローマ王、タルクイニウス・スペルブスを追放して、共和制を敷き、初代執政官に就任した。リビィウスによると、ルキウスは、タルクイニウス・スペルブスの姉妹の子だという。ブルトゥス家は、タルクイニウス王家に対して、像を抱いており、 元老院で強力な指導力を発揮し始めたルキウスの兄弟が殺害されるなど深刻な対立関係にあった。王家による危険分子への粛清の嵐が吹き荒れる中、ルキウスはわざと愚鈍な人間を装い、粛清を逃れることに成功した。国王タルクイニウスはルキウスを無能だと侮り、彼なら自分の王位への脅威にはならないと判断して、自らの側近に取り立てた。 彼のあだ名、ブルトゥスは、アホーの意味であり、これは、彼が、いかに軽く見られていたかを物語っている。王の信任を得たブルトゥスは、王の息子たちとギリシアのデルポイに信託を伺いに、赴いた。その折、タルクイニウスの息子が、次の王は誰になるかと聞いたところ、母なる者に最初に接吻する者と帰ってきた。王の息子たちは帰国後どちらが先に母親に、 接吻するかくじ引きで決めようとしたが、母なるものを第一と解釈したブルトゥスは転んだふりをして地面に接吻したという。そして、ローマに戻ると、ルトリ人の住む都市、アルデイアへの遠征が待っていた。ブルトゥスがローマから離れていた間に、近親の既婚女性ルクレティアが、タルクイニースの息子で、王子のセクスティスタルクイニースに交換され、恥ずかしめを受けたルクレティアが、 自らの胸を担当で貫いて自殺するという事件が起きた。伝説では、この場に居合わせたブルトゥスが生き返えた、ルクレティアの胸に刺さった小刀を手に取り、タルクイニウスにも他の何人にも、ローマでオータルを許すまじと居合わせた人々にも誓わせ、民衆にも武器を取るよう扇動したという。イグナーツ・フランツ・プラトーザー作。 ルクレティアの遺体に復讐を誓うブルトゥス・ブルトゥスの熱弁によって、これまで王の建設事業に酷使されていた市民たちは不満を爆発させ、国王タルクイニウスとその一族をエトルリアへと追放することが決議された。以後は王を置かず本来は王の諮問機関であった元老院に政務を担わせることとし、元老院の代表として二人の定員でプラエトルという役職を設置。 ナきルクレティアのオットルキウス・タルキニウス・コンラティヌスと共に自ら就任した。その後もコンラティヌスのローマ退去や王の財産返還交渉に来ていた施設が行っていた内通工作の陰謀が明るみに出るなど受難が続くが、ブルトゥスは陰謀に加担していた自分の息子、キトゥスを容赦なく処刑するなど断固とした態度で挑み、共和制維持のために尽力した。また、 亡命した元国をたるくインニュースが他のエトルリア人勢力と同盟を結んでローマに侵攻と差し違えて命を落とした。ブルトゥスの葬儀はプブリコラによって盛大に取り行われたという。特にローマの妻たちはブルトゥスがルクレティアの定説を汚されたことに対して激しく報復したことを思い起こし、実の父に対するのと同じように一年間もに服したという。 一つ、空席となった、執政官の座には、ルクレティアの父、トリキピティヌスが、補充執政官として選出されたものの、高齢のためほどなく死去し、さらに補充として、マルクス・ホラティウス・プルウィルスが選出された。死後も、共和制ローマの理念を象徴するものとされ、ガイウス・ユリウス・カイサルが大家の野心を露にした時には、ブルトゥスの像に、ブルトゥスは、最初の執政官となって、 王を追放したのに、こいつは、失政官を追放して、ついに我々の王位に上り詰めたと書かれたと伝わっている。ありがとうございます。